マルティン・ヘルバルトはオーストリア、シュバーツ出身の元スキージャンプ選手で現在は指導者。1991年のノルディックスキージュニア世界選手権で個人選金メダルを獲得。翌1991、92シーズンからスキージャンプワールドカップに参戦。1991年1月10日のプレダッツォ大会で早くも勝利を挙げる。 その勢いのままアルベールビルオリンピックに出場17歳の若さで3つの銀メダルを獲得した。しかしその後はオリンピックであまり活躍できず1998年の長野オリンピックで団体戦同メダル獲得に貢献したのみである。ヘルバルトの最も輝かしい実績はノルディックスキー世界選手権で合計6個ものメダルを獲得していることである。 その内訳は、金メダル3個、銅メダル3個である。2001年2月4日、ビリンゲンのワールドカップから帰国する際、ヘルバルトの運転する車が事故を起こし、コーチのアロイスリップブルガーが亡くなった。ヘルバルトは同乗していたアンドレアス・ビドヘルツルと共に、軽傷で助かった。ワールドカップでは、通算発勝、総合では2003、2004、2004、 零5の2期連続5位が自己最高位。スキージャンプ週間で3回総合2位となっている。2007-08シーズン限りで現役引退2008年からエストニアナショナルチームのコーチを務めていたが2009年9月に解任された。ありがとうございます。